今日から神戸で始まった国内最大級の防災イベント防災国体に合わせて NPO 法人が阪神・淡路大震災の慰霊碑などをめぐるツアーを実施しました。この取り組みは神戸の NPO 法人阪神・淡路大震災 1.17 希望の明かりハンズが企画したもので、防災国体の会場のハット神戸を出発地にバスに乗って神戸市内を巡りました。参加者は東遊園地にある震災犠牲者の名前が刻まれた慰霊塔復興のモニュメントや 1.17 希望の明かりを見学しました。ハンズはこのほど慰霊碑などを記した震災モニュメントマップの改訂版を21年ぶりに発行。改訂版の地図には震災に関連する慰霊碑や遺構などが340箇所記載されていて、ツアーの参加者にも配布されました。碑があるのも知ってたし、慰霊碑みたいなのがあるのも知ってたんですけど、それがどういう経緯で、作られたかとか、どういう、委員会のこう働きがあってどういう努力があってっていうのは今回本当に初めて知って、希望のっていう言葉があったんですけど、ネガティブな言葉じゃなくてそういう言葉を使ってるっていうところもなんかすごい独自のこう取り組み感じて、なんかさすがだなっていう、さすが神戸だなというのは改めて感じました。参加した人たちは震災の教訓を学ぶとともに今後の防災の在り方などを考えていました。